して滋賀県吹奏楽連盟の皆さんです。では代表のお二人にバンド紹介をお願いします。滋賀県からやってきました。今日は中学校4校200名高等学校6校400名合計600名で演奏します。1曲目はスーザのマーチで自由の鐘です。1776年7月4日にアメリカ独立宣言が採択されたのがペンシルベニア州のフィラデルフィアでした。そしてその時州議事堂の鐘が高らかに鳴り響き、フィラデルフィア市民を議事堂へ招き入れたことから、この鐘この鐘はリバティベル、自由の鐘と呼ばれるようになり、これ以降この自由の鐘はアメリカの自由と独立のシンボルとなりました。この曲はもともと歌劇のために作られた曲で、フィラデルフィアの州議事堂の鐘とは全く関係がなかったのですが、スーザがたまたま見た芝居の背景にこのリバティベルが描かれていたことからこの名前が付けられたと言われています。2曲目はレッツゴークラシックです。タイトル通りクラシックの名曲ばかりをフックトーンの形式でつないだメドレー曲です。すぐにタイトルが言える曲もあれば、この曲知ってる、と思い出している間に終わってしまう曲があるかもしれません。演奏中に全ての曲名が言えたあなたはかなりのクラシック通です。ちなみに登場する曲の作曲者はサイコフスキー、ベートーベン、メンデルスゾーン、モーツァルト、ドボルザーク、ボロディン、バッハ、エルガー、ヴィヴァルディ、ビゼ、ヘンデルです。指揮は大仁高等学校の樋口真です。それでは2曲続けてお聴きください。どうぞ。
Thank you.